YouTuber の竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもよくご存知のところですが、絆会金沢茂樹若頭2月1日仙台で逮捕されましたよね。そうやな。ところで金沢若頭、ニュースやヤクザ武器では都政名茂樹ではなく茂幸になってますけど、これってどうなってるんですかね。私が改めて確認したら、都政名は金沢茂樹で、本名が茂幸やな。ああそうですか、うん、だからごちゃまでなっとんよ。あこの金沢茂樹若頭、3年半約1200日の逃亡というところで、すでに亡くなりましたが、重要指名手配だった過激派霧島の隣に乗っていたことから、霧島効果とも言われておりますが、このあたりいかがですか。1月25日、霧島の情報提供があって29日に死んだやろ。あそうですね。それで皆がポスターを意識するようになって、金沢茂樹頭に気付いたとか、そんなことはないと思うで。会にあったとしても、その情報を精査して内定に入るわけですよね。そうや、内定期間いうのはもうちょっと時間かかるな、うん、逮捕の前日1月31日には在宅を確認して周りを包囲していたみたいで、前もってアパートの住民はホテルに避難させていたようで、しかも閃光弾7発ぐらい使ってますよね。そや、あれにはびっくりしたな。それだけ危険視されてたということですかね。そらそうやろ。どの報道を見てもフリーダイヤルへの情報提供と強調したように思えましたが、会長どのように思われました。これはやはり密告やろな。まあよく言うチンコロよ。このヤクザのヒットマンの場合は、竹中正久4代目の暗殺首謀者石川康夫会長も一本の電話でゴルフしようときに逮捕されたんやからな。翌年捕まってますもんね。うん。絆会の直参組織仙台にもありましたよね。二代目番王会立花宗忠会長、絆会の組織委員 しとうけど、まあここはチンコロなんかせえへんわ。仙台市内におったいうのは知らへんと思う。そんなもんですかね。うん。逃亡先のアパートも法人名義で借りれたということなので、その法人が金沢若頭を援助していたということですかね。もう分かってるでしょうね。警察の方はやっぱりこれから裏を取っていくやろな、うん、重要指名手配のポスターといえば、金沢若頭の左一人挟んで2017年から逃亡されている菱川辰巳組員なんですが、神戸山口組から逃亡資金出てるんですかね。神戸山口組いうより、ここが所属しとった組が名前変えて菱川組で、6代目山口組の方へ行っとうわな、はい、5代目山県組としてな、うん、もし生きとって援助しとんやったら、私は5代目山県組の方がしとうと思う。そうですかね、うん、2022年1月に起きた旧三亀組、現在芦川会ですが、神戸博光若頭射殺事件の逮捕状が、金沢若頭が捕まった翌日2日に出ましたが、これって早くてびっくりしたんですけれども、これ警察が正式発表したやつと違うと思うわ。長野県の事件も逮捕したとこで調べてないのにな、うん、すぐそんなん出すことはないわ。ですよね。再逮捕なんかでもそうやろ。うん。そやから、まあ茨城県警、まあリークしたんどこやろ言うて、ワイトンみたいな。うん。神戸博光若頭射殺事件の後すぐに、三亀組クイーンの車に乗って逃走して、防犯カメラなどで金沢若頭だと特定されたようでしたね。乗り捨てた車、まあセンチュリーやった相手聞いたけど、それの逃走経路から何から皆防犯カメラに映っとったんやろ、うん、そやから早いこと犯人は金沢茂樹頭へ行って分かっとったみたいな。4ヶ月後に返し行ってますもんね。どうやな。神戸博光若頭の射程、清水祐介組ですか、判決15年、どう思われます。この事件は返しで行っとんやから立派や思うよ、うん、一審会もこれでまた名前挙げたわな、うん、
ところで金沢茂樹若頭の部屋から拳銃と実弾10発出てきたみたいですけれども、神戸若頭射殺事件の時には使ったものをその場に置いて逃げてましたよね。そうやな。例えば犯行に使った拳銃を持ったまま逃走すると思われますか？まあ逃走の援助をする者がおったから、新しい茶館も段取りするの簡単やわな、うん、旧三日目組を狙ったのはこの事件の前年にあった二代目平山組、芥川高光組長を引退させたことが発端になったんですかね。そやろな。初代平山正弘組長の実弟がこの後すぐ平山組として明連合会に移籍しとうけどな。これって明連合会の実績になるんですよね。それは戦国時代と一緒で、相手の陣地をこっちに取っとんやからな。今年に入ってまだ1ヶ月しか経ってないのに大きく動いてるような感じしません？それはこの金沢茂樹頭の事件で動いたわな。それと岡山池田組の前谷雄一郎頭、この事件も大きいわな。昨年4月に起きた三代目弘道会直参港工業余島学組長事件、ラーメン屋龍のひげといった方が分かりやすいですけれども、こちらの事件もどうなりますかね。金沢茂樹頭が大筋やっというようになっとうわな。あの時はコンパクトな拳銃が使われたとおっしゃってましたよね。タイタン22口径やな。私の知り合いが同じ茶化の音を聞いたことがあって、拡散された動画を見て同じ音やいて言うとった、うん、他にも2013年から行方不明になっている京都大鳥産業松尾と貞夫社長、こちらもいろいろ噂聞いてますもんね。あれもなんかあやふやな状態で今に至っとうやろ。あの事件の発端になったのは現在絆会の本部に認定されている大阪市中央区島の内にある小田工業の建物に付けられていた抵当権に関してのお金絡みだったんじゃないですか。2017年に当時2代目小田工業の木島和志組長がパクられて、永田の小田義則代表宅にもガサ入っとうやろ、うん、そやからその物件や思うわ。でも絆会って確か特定抗争指定ついてませんでしたよね。指定暴力団のみやな。私これ意外やったな、うん、6代目山口組、神戸山口組、池田組は当然特定抗争指定ついてますよね。絆会の場合は名前変えとうからな。ああ。任侠山口組からな。そやからその時点で特定抗争指定暴力団が消えて、うん、指定暴力団だけになったんや。今回の金沢茂樹若頭の件で特定抗争してつく可能性ってあるんですかね。それは大いにあるやろな、うん、特定抗争してついてなくても近隣の方たちが動けば何か変わってくるもんなんですかね。事務所いうのは特定抗争の場合はそれが取れたら事務所使えるようになるけどな。ああそうですよね。そやけど指定暴力団だけでも住民パワーで代理訴訟を起こされたら一生使えへんわな。固定資産税を払わなあかんわ。もう大変よ。金沢茂樹若頭現在黙秘しているとのことですけれども、冒頭で言われたように仮に身内が通報したとなれば心も揺らぐんじゃないんですかね。警察は誰がチン殺したとか言わへん。でももうここまでの事件起こしとんやからな、うん、腹はくくっとうと思うよ。小田義則代表ですが今どのような心境だと思われますか。パクられて残念や思とうわな。これからが大変やろ思うで。そうですよね。最後になりますけれども、前回の動画で会長肩着になられたのを56歳と言われてましたけれども、コメントいただいてたんで。いやあれ私間違うてな、2005年に肩着になっとうから54歳で肩着になったな。それ訂正しとくわ。そうですね、うん、では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。